あー、じゃあ、スミス、お疲れさん。皆さん元気ですか？アリン神社のようこそ。そして、ぜひ、たくさん、風確かに、私に、この、ボイの、曲？パフォーマンスを進めくれた、ミスター・レイディ、というタイトル。タイトルなら、ミス・ミスター・レイディって、バラードじゃないと思うけど、エナジーバラードかもしれない。でもそんなに激しいな曲とは思わないね。このタイトルなら。まあ、現実どんな感じで、ぜひチェックしてみましょう。3日、ゴー。今、激しい曲じゃないと言ったね。ははは。忘れて。いや、エナジーの曲、本当に。思ったよりエナジーバードの感じじゃないね。ああ、なんかちょっと、久しぶりかな。聞かなかったな、これ。まあ、ちょっと、前に、ボイスをチェックした覚えてないけど、久しぶりみたいで、また声聞いて、すごく気持ちいい。誰？おう。サビめっちゃ好き。一緒も。誰かな？それはライブの部分？普通に？この子。子供じゃない？ああ、カリスマすごいね。すごい、やっぱりすごい。医者も本当に好き。おほほほ。いい感じ。人気の曲だよね。だからたくさんの方を勧めくれたね。ありがとうございます。え？終わり？いや、じゃない？終わったー！終わりました。ひどいっすね。まあ、いい曲をパフォーマンスって思ってるときに。まあ、でも3本だけ。まあ、それ、普通のなんか、さてわかるんだけど。もうちょっと。欲張り。私は知ってる。しょうがないね。こんな感じ。ああ、いや、まあ、普通にそんなに気に入らなかったんだけど、別に短くてもいいな感じで、まあ、普通って思ってる。でも、まあ、なんか、楽しんでる、聞くな曲って、なんとなく、まあ、もうちょっと長かったらって気持ちなるでしょ？なるだよね。多分皆さん、
そうかもしれない。わからないけど。ぜひコメントで教えてください。どうですか、この今日、この言葉、パフォーマンス、そしてこの曲を好きですか、なんかトップ10好きな曲に入ってるかな、ぜひ教えてください。私は、まあ、トップ10に入ってるかどうかわからないけど、一回だけ聞いたらしい。いっぱい曲好きだから、まあでもいい感じだったよ。そして、はい。リクエストありがとうございました。そして今日私と一緒にこの曲を聴いて、見てありがとうございました。楽しかったよ。そして、はい、次の曲の中で会いましょうね。バイバイ。